えー、今回ねあの例のヒルズ塾ですかネオヒルズ塾入ってでフォローアップ勉強会っていうのが、まあ、六本木ヒルズであったわけじゃないですかレジデンスの方ででそこでですねあのー、なかなかやってもやっても結果が出ないんだっていう、まあ、方と、まあ、私速下塾の久保っていうのと比較がね出たことがあったんですようん、なんかそのの時にあのー 自分でも気づかなかったんですけどもあこれが違いをもたらす違いなんだなっていうことがありましたそれはあの直接会って話すっていうことを私は徹底的にやっていたんですけどももう一人の方っていうのはインターネット上にまあいろんなねコンテンツをどん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 出すことが主だったんですよ。で私の場合は会えば必ずうー講義代っていうのをいただくつまり私に問い合わせてきた時点で。 お金がかかるかるもしれない久保さんに会う時にはお金がかかるかもしれないって前提でね連絡してくるんですよね。ですんで一番最初の速化塾に入る人は必ずやってほしい塾アフィリートセミナーっていうのがあるんですけどそれを2時間1万9,800円でご受をされてくださいっていうのを、まあ、いつも申し上げてたんですよね。でそれはあの会って話してそれを伝える。で早ければもうその瞬間からそのセミナーをねちょっとやるわけなんですけども。 会って話す、会って話す、会って話すっていうふうなことをねやっぱりアナログながら繰り返していく中で信頼が生まれてあ実際に、えー、久保さんが住んでるところに行けばいつでもいるんだなっていう環境があって時には他の熟成さんがそこにいてみたいな感じでコミュニティができてたんですよねつまりはあの六本木ヒルズのそのフォローアップ勉強会みたいなものを私は毎日現場でやってたつまりそこもコピーしてたってことなんですよねうん。で、もう一人の方っていうのはあの。 お気づいしい中でねあの、問い合わせがあったら返信するつもりでたくさんの動画を出していたんですけども、やっぱりメール上でのやり取りにとどまっていたんで、まあ、それでもいつか売れたんでしょうけどもね、ただやっぱり同じ期間、同時にレースしていて、私は毎日のように売り上げが上がっていて、もう片方の方はいまいち伸び悩んではっきりとした売り上げが取れなかったっていうところで、それは会って話すってことをやらないからだよっていうのでね、その方は会って話すことに切り替えたらしいんですよ。そしたら早速 9万8000ぐらい10万円ぐらいの商品が4つ5つ売れてあ本当だみたいなことになったんですよねでそれをまたあのネクストの時に紹介してくれたみたいで私何にちょっとね鼻が高かったしそれからすごくあの仲間の成功を喜べた瞬間でしたねでもそうやってあのこうやったらうまくいくこうやったらうまくいかなかった人がこうやったらうまくいったっていう風な事例を積極的に紹介してくれた成功事例をたくさん見せてくれたのに 残念ながらそれに追随する人があんまりいなくってどちらかというと入金までは一生懸命やるんだけども入金いただいてからねなんか梨のつぶてみたいな感じでうん,なんかね残念な人はちょっと多かったんだろうなと思いましたねそれもだから学びですよねそれも一つのカリキュラムでこうなったら結局は信頼を失うしフォローアップ勉強会にも来にくくなるしまあそれでも来てるやついましたけどね <laughs> 来にくくなるし、えー、要するに 組織に泥を塗るってことはやっぱりね面と向かって言われなくてもなんか熟したるものが胸に残るんでだんだん活動もやめるしそれから変なツールを紹介してたらもうそういった場所に出てこれなくなるしってことなんでしょうね、まあ。マトリックスアフィリエイトなんてあれ以来全然出てこれないほんとにねあんなせこい稼ぎ方をしてあのもうドロンパしちゃってねうん、もうネットの世界にいればすぐ見つかりますんでね私がねコメント書きに行ったりとかお前、まあ、金返せとか言ったりね <laughs> するんでね。 <laughs> ずっとついてもありますからでも <laughs> なかなか面白いもんですね、はい、だからやっぱこう会って話すってこと、うん、人には会ってもらえる聞いてもらえる話してもらえるっていうそのサービスが、まあ、根幹になければってことなんでしょうね多分吉谷さんもその日々会うことはできないけどもアポイントメント取ったりとか実績報告したいんでって言ったら音声対談したりね場合によってはこう一緒に 対談動画撮ったりとかまあこの前新潟とかも行ったし宗谷目先にも行くし日本全国行く構えはあるんで信頼されるところなんしねそれ、うん、でね行った先でもライブしたりとかしますまあ会って話すことをすごく大事にするまあそこは結構共通してんじゃないかなと思いますじゃあ行ってらっしゃい